エトラちゃんは見た。僕はウルシ、市内の企業に勤めるサラリーマンだ。社会人になってから数年、仕事には慣れつつあるが、若干困っていることもある。それは職場での人間関係だ。ウルシさん、ユズリハさん、どうしたの？資料できました。確認お願いします。あ、うん。完全に気配が消えてたな、今。彼女は僕の後輩のユズリハさん。悪い子ではないのだろうが、口数は少ない。性格もどちらかといえば暗い。気づけば背後に立ってて、急に話しかけてきたりするからちょっとゾッとする。僕は昔からホラー系が苦手なのだ。しかし少し困っている相手は彼女だけではない。ウルシ、この前の資料できてるか？あ、立花係長。はい、できてます。送ってくれ。彼は立花さん、僕の上司である。わかりました。見ての通りかなりの強面だ。淡々としていて部下とも距離を保っている感じ。ところでユズリハさん、仕事にはもう慣れたかな？はい。それはよかった。わからないことがあったらいつでも聞いてね。わかりました。一方で女性社員に対しては明らかに物腰が柔らかくなる。男女であからさまに態度を変える彼をよく思ってない社員もそれなりにいる。例えば、立花のやつ、今日も京都といけすかないね。ユズリハさんばかりひいきして。どうしたの？話聞こうか。あれは明らかに彼女を狙っている目だ。確かにそう見えるよね。彼は僕の同僚のヒイラギ。今は同じオフィス、隣同士の席で仕事をしている。同時期に入社したこともあり、僕らはそれなりに仲良くしていた。断言するね。このままだとあの男はいつかユズリハさんにセクハラを働く。一刻も早く僕らの部署から追い出すべきだ。いや、まあまだ具体的な悪事を働いてるわけじゃないし、そこまでしなくてもいいと思うけど。甘いよ、ウルシ君。ああいう上司は会社の海だ。疑わしきは罰せよの精神でとっとと絞り出すのが吉だよ。そうかな。まあ複雑な人間模様の展開される我が職場に僕は少々疲れつつあった。しかしこのあとまさかあんなことが起こるだなんて、この時点では思ってもいなかったのである。ウルシさん、コーヒーです。え、ああ、ありがとう、ユズリハさん。これ、ユズリハさん、これもしかしてタバスコ入ってる？ユズリハさん、それが始まりだった。ユズリハさんはことあるごとに僕に嫌がらせをするようになった。パソコンの言語を急にアラビア語に変えてきたり、かと思えば僕の会社のロッカーに藁人形を仕込んできたり。え、ユズリハさん、君にそんなことしてるのかい？うん、どうしよう。立花さんに相談した方がいいかな。いや、あの人はきっとユズリハさんの肩を持つよ。そういう人間だからね、頼りにはならないんじゃない？なるほど。それにしてもひどいな。ここは一つガツンと言うべきじゃないかい？確かにユズリハさんを面と向かって叱りつけるのが一番効果的ではあるのだろう。でも同時に、あのおとなしいユズリハさんが何の理由もなくこんなことするわけないとも思うのだ。知らず知らずのうちに僕が彼女にひどいことをしていたとか。少なくとも頭ごなしに叱るよりしっかり事情を聞くべきだよね。そんなわけで数日後。失礼します。ごめんね、昼休みなのに時間を取ってもらっちゃって。なんで僕がユズリハさんを呼び出したかわかるかな？ええ、大体は。そっか。じゃあ話は早いね。あのね、お願いがあるんだけど。皆まで言わないでください。ウルシさんが何を望んでいるか理解していますから。え、そう。はい、では失礼して。この薄汚いマザブタ、次はどこを叩いてほしいの？ユズリハさん、待って。感謝の言葉が先でしょ。待って、ストップ。え、もう少し強くした方が良かったですか？違うから。あのさ、なんか勘違いしてない？え、そんなはずはありません。だってウルシさん、いじめられるのが好きなんですよね。だから私、ここ最近いろんなド S 行為をしてたんですよ。ウルシさんの要望に応えるために。あの嫌がらせってそういう目的だったの？いや、というか僕は別に魔女じゃないよ。いじめてほしいなんて要求もしてないし。え、
したじゃないですか、先週。なんだって？覚えてません？まだ1週間も経ってないはずですけど。あれは私が有給を消化した翌日、出勤してきた時のことです。ん？あら、ウルシさんからメールが届いてるわ。え？ユズリアちゃん、僕は君のことをいやらしい目で見ている。スリーサイズとか聞きたいし、パンツの色とかも聞きたい。でもそれ以上にいじめてほしいんだ、僕のことを。君には女王様の素質がある。もしも可能ならこのいやらしいまざぶたをユズリハ様にいじめていただきたいんだが、どうだろうか。僕はそんなメール送った覚えないよ。少なくともメールボックスには何も入ってなかったし。本当ですか？ああ、疑うんなら見せてあげるよ。その後、僕はユズリハさんに自分のメールボックスを見せた。案の定、そこには何もなかった。本当ですね。すみません、そうとも知らず失礼なことを。いや、まあ誤解があったようだしね。ちなみに、そのメールってまだメールボックスに？ええ。なるほど。どうして大切なメールとして分類されてるんだろう。いや、まあそれはともかく、ちょっとメール送信時間見せてもらっていい？ええ。あれ、この時間帯は何です？一応業務中ではあったんだけどね。でも確か僕は離席してたんじゃないかな。ちょっとトイレに行っててね。その途中で電話があったから、履歴を見たら時刻も確認できる。なるほど。その時ってパソコン立ち上げてました？うん。あ、でもロックはかけてなかった。すぐ帰ってくると思ってたからね。その時って仕事場に他に人は？ヒイラギ君だけだね。橘さんは会議でいなかったし。ということは、あのメールはヒイラギさんが？ということになるかな。でもどうして？さあ、嫌がらせではあるんでしょうけど、ひとまず橘さんに相談されてみては？いや、でもここに監視カメラはないしな。仮にヒイラキ君がやっていたとしても証拠がない。取り合ってもらえないかも。うん、そういうことなら私に考えが。え？帰宅間際に仕事振るなんて橘さんは鬼だよね。うん？ああ、苦労が水の泡だ。せっかくウルシのパソコンからユズリハさんにセクハラメールを送ったのに、全く大事にならない。それどころか。ああ、ヒイラキ君、そういえば僕ユズリハさんと付き合うことになったよ。え？でも彼女君に嫌がらせしてたんだろう？うん、だけどあの後少し話し合った結果、いいんだユズリハ、仲直りを通り越して恋に落ちてね。人生何が起こるかわからないもんだ。へえ、おめでとう。ウルシのやつ許せない。だいたい僕の方が先にユズリハさんの魅力に気づいていたんだぞ。なのにあの子はウルシに気があるような感じを出してるから、ライバルを蹴落とすために策を弄したのに。と、ごめんヒイラギ君、少しトイレに行ってくる。え、ああウルシのやつ、またロックをかけずに席を立ったな。よし、また別の社員にメール送ってやろう。今度はそうだ、橘のやつに送信するか。バリ増根よりは愛の告白でもさせておこう。浮気とか最低。そっちの方がユズリハさんも愛想を尽かすだろう。よし、送付完了。あとはウルシのメールボックスから消して。よし、完璧。はあ、ただいま。おう、おかえり。失礼します。来たか、ヒイラギ。何ですか、話って？この前のメールについて聞きたいことがあってな。いいですが、一体何について聞きたいんですか？うん、ウルシのやつ、橘に告げ口したか。まあ、とぼければ済む話だろう。あの場には目撃者も監視カメラもなかったんだし。とぼけなくていい。あ？あんたも、私と同じ気持ちだったのね。想定外だったね、橘さんの反応。ですね。ウルシさんがスマホで撮影していたヒイラキさんの犯行映像を見せたまでは良かったんですけど。ああ、僕が対応をお願いするよりも先に。じゃあこのメールはヒイラキ君の愛の告白ってこと？って感じで飛び出していっちゃうんだもん。それで止める間もなくヒイラキさんを呼び出して会議室に引っ込んじゃったし。
それ終わったらすぐ来てちょうだい。はあ、ちょうだい。一体全体今中で何が起こってるんでしょう。助けてー。姫、行きましょう。もうそんなに嫌がることないじゃない。両思いなのよ。さ、マウスマウス、あさあさのペース、ここでやらなきゃ男じゃないわよ。僕は男相手じゃダメなんですって。あ、ウルシ君、ユズレハさん助けて、全部白状するから。これは後で聞いた話である。何でも立花さんは男性が好きな男性だったらしい。しかしだからといって職場で男に不必要に優しくするというのは悲劇につながるしよろしくない。だからせめて距離は取ろうとしたそうである。女性にばかり優しかったのはつまり立花さんが自制心を働かせようとしたがゆえの結果らしかった。そして今、ほんと失礼しちゃうわ。ヒイラギのやつったら私の順序踏みにじってくれちゃって、まさかウルシ君を陥れるために私に愛の告白しただなんてさ、人をバカにしてるにも程があるわよ。あいつが逃げるように自主退職しなかったら本当もうボカボカのギタギタにしてやったのに。あそれはおっかないですね。まあ気を取り直して今夜は飲みましょう。あの一件以来立花さんは僕らに対しては本来の性格をあらわにするようになった。変に距離を取っていても仕事をする上で困るということに気づいたらしい。だからと言うべきか今ではすっかり打ち解けて、こうしてよく同じグループで飲みに行ってる次第である。でも早く私も次の恋がしたいわ。ああ、ウルシ君たちみたく春が訪れないかしら。え、春ですか。僕別に訪れてませんけど。隠さなくていいわよ。付き合ってるんでしょあなたたち。確かに最近よく一緒にご飯に行きますけど。立花さん、私まだ告白してないです。え、でも柊のやつが二人は付き合ってるって。あれは彼を騙すために一芝居打ったんですよ。あらやだ。あれ、でもゆずりはさん今まだ告白してないって言った。あ、ゆずりはさん僕のこと好きなの？そうじゃなかったらあのセクハラメールに答えてるわけないじゃないですか。それもそうか。じゃあ付き合う？いいんですか？うん、まあ君がいい子だってことはずいぶん前から分かってたし。あ、でもビンタとかはやめてね。しませんよ。いいの？私も早く春が来ないかしら。お知らせです。この度チャンネルでメンバーシップの開設をすることにいたしました。まだまだ実装するコンテンツは少ないですが今後増やしていけたらと思います。メンバーシップ特典としてはコメント時に使えるカスタム絵文字と名前の横にメンバーバッジが表示されるようになります。カスタム絵文字は随時追加予定です。また過去にコミュニティで投稿したイラストを置いたり秘蔵のイラストが投稿されることも。こちらは月額90円でご利用ができます。気になったら入ってみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。メールで一方的に送られてきたとはいえ、良かれと思っていきなり嫌がらせにしか思えないような行為をするのは良くないですよね。それにその後の反応を見たら何かがおかしいと思いそうですけど、そもそも当人同士が確認したら第三者がやったことだと即座にバレるというのに。何にせよ好意を持っているのならば相手を陥れるのではなく自分から行動に起こすべきです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもスカッとした方チャンネル登録と高評価をお願いいたします。